芦原の中津国、つまり日本国に山下る峰木の御事を迎えて先導したという猿田彦の御事を由来とする舞。力強く勇壮な舞は神楽の幕開けにふさわしい。通常二人で回れることが多いが、ここでは赤、白、黄、黒、緑の五色の面をつけた五人の猿田彦舞である。備中神楽の舞の様式には二通りがあると言われる。その一つは鮭神楽と呼ばれるものである。現代から遡ること200年余り前、その頃の神楽は神事にまつわる舞として神社に勤める神官が舞っていたという。そのことから鮭神楽と呼ばれる。神事が多く扱われる荒神神楽では、こうした鮭神楽の系統の演目も多くある。鈴、剣、布などを取り物とする舞や、先ほどの榊舞などがそうである。これには独特の節回しがあり、祭文が多く取り入れられている。また面をつけずに舞うのが特徴でもある。ご存知のように東方が青色でございまして、南方が赤色でございます。西方が白でございまして、北方は黒でございます。また中央が黄色と、こういうふうで五行祭にちなみました猿田彦でございました。私ども本日7名の神楽師が参っておりまして、そのうちの5人が今猿田彦で出ました関係上、この後皆様に、岩戸開きの舞をご覧いただくことになっておりますが、若干着替えに時間がございますので、しばらくお待ちのほどお願いしたいと存じます。もう一つは神代神楽と呼ばれるものである。天の岩戸開きや国譲り、山田のオロチ退治などの神話を分かりやすく戯曲化したものである。現在のような演劇性の高い神楽になったのは江戸後期、文化文政の頃からである。美星町の隣町でもある高橋市に神官の息子として生まれた国学者西林国教が、日本の神話をもとに創作した神楽を取り入れ、それまでの鮭神楽を再編成したものが現在に伝え広まったものとされている。それによって演目の内容にも能狂言や落語、曲芸などの要素が多く取り入れられることになり、演技力のある神楽太夫が神官に代わって神楽を舞うようになったのである。豆腐の絞りかすから音楽、へえ、この名刀については犬種において古事大歴がある。大歴が、うん、へえ、犬種においては小説出せずという、へえ、良いことをしたからといって賞与も与えない、また悪いことをしたからといって罰せない。さようさよう。すなわち抜かず切らずして国体を治めておったからして、へえ、その名も抜かんたちの工業は切らずの名犬という。ああ、切らずの名犬。そうそう。へえへえ。おたむちのすかし焼き。おたむちは足で踏みつくて穴開けない、こういう格好なの。へえ。どうか一つこれを大事に保管をお願いいたしますか。へえへえ。これはほんなら逃げちゃいけんのですか。逃げちゃいけん。油の紐に沸く。あれやな。中央で鏡を持って座っているのが天照大御神である。この役はただ座っているだけでよいため、時には大当番にこの役をさせることもあるという。